さかや沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオハッシュ居酒屋この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレッポの提供でお送りします。さて今夜も国際通り屋台村シマート宛てで飲んでいる店員の茶番劇の始まり始まり、今日もどんなお話が聞けるのでしょうか。イザラジスタートです。いらっしゃいませどうした結構あれ新しいスタッフじゃねすいません大丈夫ですか風ですか。いやプロレスラーの本間のモノマネしてます。ずいぶんロングだねロングすいませんこんな声でお聞き苦しいかとはございますが、いやいやもう慣れましたよ、ね、さあ飲もうよ今日も。そうだね松本さん来てるじゃないですか。おお、ま、松本公平すいませんお邪魔します初めて来ました松、はい、やばいねライブをしてもらいましたよね、まあ、一緒に飲めるとはミュージシャンだからぜひぜひそうだよねやろうやろうよ。じゃあビール飲みましょうか。イエイイエイ。じゃあ松ん一言乾杯の温度。はいこの素敵な出会いに乾杯。うるせえよ乾杯爽やかオリオンビールって美味しいね美味しいですね。ごめんあの本当今日は私いないことと思って進めてください。本当にね僕がボケるでしょ、はい、結構の重要性をねすごい感じるよね僕らが常に いくらぼーっとしてるかっていう俺ボケて誰とも目合わないってどういうの目合わせてこいやまずいつもちょっとやるネタがあるんですけど、はいはい、今日先週ぐらいからかなもうやめたなもうやめたチームどんどんしてないもんこんなになあなあな飲み会まあ2年ドキドキしねえよ毎週飲んでますからねごめんね。いやいやすいません。すごいですねすごい番組ですね番組って何ここ居酒屋だからねここねたまたまちょっと映ってるっていうだけですか。そうそうそうたまたまそうです難しいよね承知しました。おへちゃんにはちょっと教育的指導がこの後ありますね厳しく厳しくね昨日スマート休みだったっすよね。そうよ。どうしたんですか。いや本当にもういいかなと思って。違うでしょ。でさそのボケには僕ら反応できないんですよ。昼にさすごいお掃除したんだよね。で、まあ、定期的にっていうか、うん、不定期にねみんなでお休みして、うん、飯でも食おうよっつってね、うん、晩ご飯食べに行ったんだよね。和野屋、はい、和野屋さんっていうところに行ったんだけど、昔は名もなき店とかっていうお店だったんだけど、今変わってね和野屋さんっていうんだけど、うん、ぜひ行ってもらいたい。泊まりにあるところか。近い。自分とこ以外のお店を宣伝するのもなんだけど、レバーの串がめっちゃうまいのよ。うまかった。レバー。マジっすか。ま、この後行かない。いいよ。もう一回食べたくてさあれ。美味しかったね。前島かな。あごめん、私声出ないからやって。泊まり泊まり。前島って何？前島じゃないよ。前島あれ。泊まりですよ。泊まり。もう泊まりなのあそこ。泊まりのギリ、あの草原寺寄りで。朝と泊まりの。焼き鳥付き。大好きです。レバーも好きなんですよ。俺も好き。この後お願いします。マジで、はい、行こうよ。ちょっと行こうよ。うん、マジで。昨日すいませんでしたっつって。だいぶお騒ぎしちゃったから。騒ぎしちゃった。だいぶ泣くし、喧嘩するし、ね、笑うし。マジか。いや、でも毎回だよね。毎回。おじさん一人でもうなんか浮き沈みしちゃってさ。素敵。面白かったね。面白かったね。カラオケとか行ってないのに面白かった、ね。まあでも大事ね。ああやってねみんなでね。そう。うん、スタッフがねみんなでね。そうそう。実は誕生日だったのよ。あ誕生日なのよ最近。何言ってんの？せいさんがね。そう。6月に誕生日なんだけど、はい、先取りでみんながお祝いしてくれたの。誕生日プレゼントくれて。もう中にはひどいのもあったんだけどさ。それなりにねやっぱこう気持ちを込めて選んでくれって、うん、めっちゃ嬉しかった。面白かった。で、昔はさじゃあ一人一言、2年後の目標とかって言っておしゃべりする時間があったんだけど、うん、あまりにも不要だからだからそれをなくそうっていうことで始めたの。 そしたら勢いついちゃった俺がみんなに一言ずつ送るっていうコーナーに変わっちゃってた。泣きながら
熱すぎる。よかったよ、でもすごく。いやいいね、本当やめていかないとダメだよね。いやいや、面白かった。いいんじゃないですか。いやいや、もうスタッフが100人になってもやるからあれ。やる。面白かった、いいお店だったよね。いいお店だった。いや、ああいうの勉強になるね、やっぱりね。なかなかほら、自分の知ってるお店とかさ、紹介してもらったお店とか行かないじゃん。あとでしょ、ここしか来ないわけじゃん。僕そうですね。いい加減にしてほしいけれども、それはそれで嬉しいけども、うん、脳みそがほら、細胞が死ぬから刺激しないと飲む場所もさ。なるほどね、うん、勉強だよ、勉強。公平はね、いろいろ言ってっからね。はい、いろいろ。もう日本回ってんじゃん、結構。日本、あの、日本回らせてもらってます、ね。どこで何がうまかった？もう、あの、それぞれ、あの、例えばですね、そこ、明石焼きだろ。それわかんないから。そうだね、ごめんね、どうぞ。聞いて、続けて。いいよ、いいよ、いいよ。だってさっきちょっと明石引っ張したら、あの、ケコさんが、あの、まだ引っ張ってんのかって。そうそう。声出ねえのに無理やり入ってきちゃった。出たがり、出たがり。続けて。そうですね、青森のですね、海鮮丼とか、ね、海鮮丼うまいだろうね、はい、うん、まあ、仙台の牛タンであったり、ね、もう行ってない県ないの、はい、まだまだ多分、半分、まだ半分くらい、都道府県でいうと半分ちょっとぐらいなんで、九州も行けてませんし。ああ、そうなんだ、はい、九州なんかライブにあってそうだけどね。これからどんどんという形ではあるんですか、はい、沖縄 何日目ぐらいなんですか。沖縄今日がですね、23日目。あ、そうなんだ。だいぶいるね。あ、はい。へえ。税金納めろよ、もう。はい。いやいや、おかしいだろ。住民税で。旅行者だろ。住んでる、住んでる。これ、納めはあの島田亭さんに。そうだね。島田口になるから。お酒として納めれば。そうそうそう。飲み代として。酒税として。屋台村もね、ライブやってくれたんですよね。いやー、すごい盛り上がった。俺ちょっと見に来れなかった。へえ。そうです。8時ぐらいからのスタートじゃなかった？そうです。はい、8時からやらせていただきました。はい。お前さん来なかった？え？おまりさん、いや、僕わかんないです。僕わかんないです。盛り上がった、盛り上がった。あ、おかげさまで、初めて見てくださった方に、うん、今度やるちょうど、ワンマンライブの、来てくださるっていうことですね、だったりとか、まあ、いろんな方に声かけてくださって、はい、おー、すげえ。いや、俺はね、こういう爽やかさが欲しいわけよ。はぁ、ないじゃん、おめえたちも。いや、もう僕は諦めます。爽やかであれよ。僕はもう、ヒゲが濃いって諦めます。ひよたは痩せんだろ。はい。だと、しおちゃんのとこで毛抜くんだろ。あー、毛も、ほっぺたの、ほっぺたの毛は抜こうかなと。マジで、はいはいはい、あ、そう。いいんじゃない、うん、ね、毛毛したね。はい。毛毛の話、そんな広がらないでしょ。いや、俺、毛毛っていうのがあるのが、先週だっけ、あれ。知らなかったね。知らなくて。脱毛じゃないんです。脱毛じゃないの、そうそうそう、今。あ、違うの。あ、そっか、君いなかった。あんと、その時あれだ、サボってサボって飲みに来なかった時だ。サボってないですよ。いや、本当にブーブーだったよ、みんな。この1時間時間作れねえってどういうことですか。ちょっとした飲み会だろうって言った。大変、忙しぶってよって。そう、ゲームをね、ほう、これは何ですか。だから全部を剃る、もう全部なくすんじゃなくて、うん、薄くする的な。へぇ、うん、これを髪どこで切ってんの。僕は髪まで、もういきなりどっか切りたいんですけど。そうだね、どっか教えてもらえます。毛がすごいね、はい、そうなんですよ。毛が顔ちっちゃいから余計にね。顔ちっさいですよね、うん、ちょっと、はい、この原毛したいですけど。原毛、原毛、原毛すくのね。いい原毛屋さん、すきばさみで原毛した方がいい。原毛屋さんをちょっと教えてほしいです。原毛屋さん、はい、あの今1000円カットのとこあるけど、はい、気をつけた方がいい。あ、そうなんですか。引く人と人、当たり外れが。あー、すごいから。あるっすね。行ったことあります。本当にやる気ないおじさんとかいるからね。行ったことあるんですか。俺よく行くのよ。え、そう。美容室行って、形整えて、うん、で、ちょっと伸びたらそこだけ切ればいいじゃん。あー、はい、じゃあもう一回その形になるじゃん、とりあえず、うん、はい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 。で、よく行くんだけど。へー、安いし、あと、ひげも剃ってくれるから。はいはい。なんかいいくて。へー、そう。やる気ないおじさんもね、本当だ。この間困ったのが、後ろからドライヤー当てるおじさんが、髪が前に来てさ、俺髪が顔にかかるの嫌なのよ。あ、横の、あ、取っ手の髪とかですか。そう、全然伝わんないね、このおじさん。それこうなるでしょ、こう。顔がそう、こうなるでしょ、こちょばくて。あ、俺は河野池で、前から後ろにかけてよって言ったっていう。店名言わない方がいいね。消えないけ、消えないけ。やめなさい。それでは、はい、はい、じゃあね、浩平がこの後もうライブなんかしてもらっちゃおうなんて。あ、いいですね。お店でね、はいはい、楽しく飲みましょう。乾杯。乾杯。乾杯。
い。やれないことを拒んで、下の行く先もましてや我が身の行く末もわからない。それでも一つ、たった一つ確かなことは、僕は歌を歌う人、あなたの目の前というステージに立ち叫び続けるのだろう。それが証、これが証、はったりかまし花を探し、いろんな人がいろんなことを言うから、いろんな思いでぐちゃぐちゃなった心を見せ合って、同じだね、はははって笑い合えるあなたと僕でいたい。それが証、二人の証、まさに七し愛の話だから、もう安心してくれて大丈夫だよ。僕はこのステージから降りないって決めたんだから、生きて生きて生きて生きるのだ。幸せな時もどん底の時も等しく、この鼓動は脈を打つ。誰でも一つ、たった一つ、胸の奥に秘めた鍵を開けて旅に出る。町人のもとへとまっすぐ伸びる帰り道を歩き続けるのだろう。これが証、裸さらし夢をかざし、いろんな人にいろんなことを言われて刺さりまくったトゲの数々もいつの日かまあ丸になっちゃって、ほら人に優しくできちゃうものでしょう。それが証、これが証、風にかかし涙流し、だけど勘違いしないでいてもらいたいのは、まだ何も諦めちゃいねえし戦えるってこと。生きて生きて、ああそれが証、これが証、はったりかまし花を探し、いろんな人がいろんなことを言うから、いろんな思いでぐちゃぐちゃなった心を見せ合って、同じだね、はははって笑い合えるあなたと僕でいいよ。それが証、二人の証、まさに七し愛の話だから、もう安心してくれて大丈夫だよ。僕はこのステージから降りないって決めたんだから、生きて生きて生きて生きるのだ。あー歌って歌って歌って歌うのだ。生きて生きて笑うのだ。生きて生きて泣くのだ。生きて生きて生きるのだ。いいですね。
力ですね。ありがとうございます。いやまさかの俺のヘッドホンがピアノしか聞こえないっていうね。ちょっと接触不良ですね、はい、あの本当に、はい、ピアノソロかと思ったね。みんながなんでこううんうんってうなずきながら聞いてるのか分かんなくて、これあの僕のあのミュージシャンの友達に弾いてもらってるんですけども、そいつのことうるせえうるせえ言われたじゃねピアノうるせえよピアノうるせえよピアノマイクすぎだろっつっていやー今の曲が明石、はい、明石という、はい、いいですね、タコがね美味しいところ、そうです明石です、明石、ありがとうございます、そのネタのねやつそうです、ケロちゃんです、ありがとうございます、明石焼きはい、本日もあの国際通りやたいむら、下手か島後で飲んでる体の茶番劇にお付き合いいただきありがとうございます、ありがとうございます、はい、今日はケコさんが喋れないので僕が喋るっていう、喋らないんじゃない、喋れないんじゃないですね。はい、じゃあメンバーの自己紹介いきます、自己紹介、自己紹介おー自己社会ありがとうございます。昨晩はですね、弊社のお食事会がありまして、うんね、泣いたり笑ったり怒ったりとても有意義な一日でした。誠司です。イエイ、セクシーボイス沖縄大好きケコです。ケコちゃんの声がさ全然出てないのにマイク通したら割れるっていう。先週ちょっとお休みしたので今週は2倍以上頑張るよ、アントでーす。イエイ、そんな風に見えない。今日から痩せるよ、ロシです。よし、計量前にバカ食いしてらしい。そう太ってまずは本日はあのゲストとしてあの、はい、全国を旅しながら年間250本を超えるライブ暮らしを実践しているアーティスト松本剛平さんに来てもらってます。お邪魔します、よろしくお願いします。おへー、お願いします。すごいですよね今これは。ほんとすごいことですよ、うん、なかなかできないですもんね。やっぱ音楽が片手間にやってるアンドには分かる。分からない。これはでも本当になかなかやろうと思ってもできないですからね。最近そんなふりされてももう受け入れますよね、うん、音楽片手間とか言われたらしょうがない。しょうがない。いやすごいっすね。いや、ほんとすごいね、うん、もう、どうぞ5月10日から5月10日からダチョウクラブか沖縄入りしたということで今移動手段とか自転車なんですよね。今あの、はい、自転車こっち来て買いまして。おぉ、はい、買ったんですか。買いました、買いました、はい、あ、そうなんだね。ママチャリ、ママチャリです、はい、はい、ギター担いでチャリってすごい結構大変ですよね。あの、それ自体は大丈夫なんですけど、この前あの、首里まで、あの、それで行きまして、で、あの、登山だからあそこGoogle マップで徒歩検索で行っちゃったんですね。そしたら途中で石階段とか出てきちゃってで、もう引き返すに引き返せなかったんで、あの、もうギター背負ってチャリコも担いで階段登って一緒に登りましたね、はい、結構長いでしょ、石階段。長かったっす。長いっすよね。すげえ。で、あの、すれ違う地元の方に、なんか夢見てんのかなみたいな目でこれは本物の映像かみたいな感じで何も声かけられることなく、ただずっとこうやって見てられる。声かけづらいよ。何の苦行なのそれ。ありましたね、はい。6月22日に、はい、はあのワンマンライブで、はい、北谷モッズで行うということで、はい、これは沖縄に来る前から決まったんですか。はい、まずワンマンライブから決めました。6月22日にやると、はい、で沖縄 の, その知り合いとかは結構多いんですか、元々は。いや、あのこっちに暮らしてる人で知り合いは、今となっちゃたくさんの友達がいたんですけども、うん、最初はゼロ。最初っていうのはこっち来たのはどれぐらい前なんですか。5月の、10日にあの11、12をあの波照間に行きまして、はい、2日間波照間島に行きまして、そこから5月13日ぐらいにですね、あの中に入りました、はい、すごいですよね。僕もあのたまたま僕の燻製を卸しているそのバーがあるんですけど、高校 の同級生がやってるんですね。でそこ で, なんてうんですか、ファンファーレというファンファーレですか、うん、バーなの、ミュージックバーです。すごいですよ、つまみが乾き物しかないっていう場なんですよ。だって浩平が言ってたけど燻製も出てないらしいじゃん。だからびっくりしました。さっき打ち合わせで聞いて下ろしてるはずだ。マジか。僕完全な失言多いですね。半乾きだから乾き物には入れてもらえなかったのよ。まあお金はもらってるんで。まあね、そう、そこから紹介されてすごい頑張ってる人がいるからラジオどうか。ああ、そういう中で、ね、はい、ああ、なるほど、はい、すごいっすよね。じゃあこのもうその5月10日
17日かから こっち来て、そこからもういきなりもう知り合いを広げて、そうですね、もう基本的にはどっかに飛び込ませてもらって、うん、そこでちょっと歌わせてもらったりとかして、でもしなんかお知り合いの店とかしてるとこありましたらという形で繋ぐんだ、はい、素晴らしい、はい、すごい歌にメッセージ性があるからね。あ、そうです、そういうのはいいですね。あんたも稲具を持ち込んでさ、稲具ではないですけどねそれこそ繋ぐなんですよ、繋ごう、繋いでいこうよあれパワーあるよね。本当ですか。ありがとうございます。まあでも急に入ってきたら怪しいかな変な人来たみたいになるかな公平レベルの爽やかさがね、やっぱり公平さん爽やかですからね、こういうアプローチには必要だよね。俺と爽やかな気がするけど、笑顔は可愛いけどね爽やかさないからな今日はぜひぜひちょっと一曲いいね、マジで、はい、聞きたい聞きたい、あらあらあら、今もじゃあ、はい、あ、手は手は生で、ほんとすぐできちゃうんだ、生です、ミュージシャンみたい、ミュージシャン、ミュージシャン確かに酒飲む片手まで旅してますけども一応、はい、いやいやいや、うん、はい、はい、じゃあよろしいですか、まず、はい、じゃあ自己紹介みたいな曲なんですが、僕がこういう人生を歩んできましたというですね、なんか歌詞になっても一日という曲になります。生まれた日、泣いた日、笑った日、初めて母の手を握った日、愛され守られ育てられてきた日、父が家を出て行った日、あなたと私の一日、楽しそうなことをあれこれと大体何でも手をつけて、続いたり続かなかったりしてきました。全然モテなかったけど笑かしたり癒したり気持ち伝えられるから、一番音楽が好きになりました。あなたと私の一日、ある時私はもはやもう死んでしまおうと思った。長い人生の中振り返ら、そんな大したことじゃないことで、頭の中にある言葉とメロディーを全部歌にしたら死のうと決めて、十数年が経った。あなたと私の一日、あなたの私の一日、全部終わらせるために作ってきたはずの歌たちが私を終わらせてはくれなかった。新しい挑戦、新しい舞台、新しい経験、次々と運んできては、なお前生きて見るのも悪くなるって囁き続けてくる。今目の前に偉大なリスナー、今日もこうして出会いました。音楽に救われた私と音楽を愛する皆様、あなたと私の一日、あなたと私が生きてきた一日、間違いじゃなかった、間違ってなんかいなかった。あなたと私の一日、あなたと私が生きてきた一日、私は度々間違えます、失敗もします。あなたはどうですか。あなたの一日、よかったら話して聞かせてください、聞かせてください、聞かせてください。あなたと私の一日、楽しかった日、嬉しかった日、恨んだ日、許した日、疲れた日、悲しかった日、慰められた日、一日一日、
感動した日、キスをした日、抱き合った日、結ばれた日、倒れた日、立ち上がった日、また歩き旅立つ日、一日あなたと私の一日せいさん途中隣でエアーボーカルしないでもらって入ったんだよそしてふーちゃんっておお外にねふーちゃん聞いてないかな。いやすごいですね。やばい、すごいやばいっすね。はい、感じましたね。いやこんなさ、なんかさ初めてこう会ったりしたらさ、なんかこう、あんまりこうひ弱そうな、こうちょっとつけてあげなきゃなみたいな、ちょっとキャシャな感じですよ ね爽やかさと、なんかこう切なさを合わせ持った感じなのに切なさだったらあっちいのいい、もう往年のさだまさしさんを思わせる、おー字余りバンバンのもうケコさん今日喋れないんで、僕らはもう何も言えないですけどうまいことは出てこないんですけど今の曲はなんていう、今の一日という、ね、一日、いいですね、いいですね、いい歌だね、結構これを歌ったりするんですか、そのライブの初めは。そうですね、とにかく自分を説明するのには今一番分かりやすいかなっていう。いやでも公平の自己紹介の歌って言われたけど、誰にでも当てはまるこう自分のね、生きてきたこの一日一日を思い起こさせるいい歌だよね。いい歌ですね。ボケゼロ僕今褒められながらびっくりしてましたどう落ちてくんだろう。まさかの政治ボケゼロありがたい僕らはうん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 って言えばいいっていう。いやすごいいいですね。いやすごいな。あと今カチャーシーもなんか練習してるみたいな。そうなんですよ、ある時にですね、飛び込みでまた歌わせてもらった時に、先生ではないんですけど、この辺で一番カチャーシーうまい人だよっていうですね、まあどの飲み屋にも一人いや初めてちょっと教わって、でそういうものがあるって、知らんかったもんで、で、その次の日にまたちょっとこっちでできた友達がミュージカルをやるってことで、見に行ったらやっぱり最後はカチャーシーミュージカルなのに、でまたさらにその次国際通りのライブレストランにちょっと行かせていただいた時に、リューティーさんっていうユニットなんですけども、がやっぱ最後カチャーシーで、ほう、やっぱこれは文化、会の始まりは鍵屋で風で、締めはカチャーシーで、ね、結婚式でも本当そうなんですよね、っていうことを伺ったので、これはやっぱ僕の最後もみんなでやれたらなと思って、だから思ってるんですよね。ちょっとやってみて。いやまだまだかわいいかわいいまだまだ全然です。おこめちゃんがしてるみたいやだ、早い達人綺麗がすごいですよね。こんな感じで綺麗いいよね。あとさ、若者のさ、こうカクカクするやつ、ユーあれ好きなのよ。あ、私も好き。面白いよね。じゃあ松本さん、チャタンモズのそのライブの告知など、はい、ありがとうございます。6月22日、もう明日から6月ですので、いよいよという感じですけども、6月22日木曜日に、沖縄チャタンですね。これずっと僕チャタンって言って、チャタン、20日で学んだね、はい、チャタン、ライバスモツさんでですね、ワンマンライブを行わせていただきます。会場19時半夜7時半です。開演が20時夜8時からとなっております。前売りが2000円、当日2500円、ワンドリンク別です。前売りは、僕今たくさんのところですね、手売りチケットを持ちながら歌い歩いております。どっかで僕を捕まえていただけたらと思いますし、いろんなところにチラシを置かせていただいてますので、それをお持ちいただければ前売り料金、入れます。あとはモツさんにメール予約もできるようになっておりますので、一つ僕のこの、沖縄での生活の集大成を見ていただけたらと、切に思いますので、ぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。こう終わったら帰っちゃう。はい、すぐですね、東京から関西からライブがまた決まっておりますので、はい、そうなんだ、はい、すごいな、すごい。じゃあぜひぜひ、いろんな人ね来てもらって、はい、松本さんのさっきの曲とかも全然聴いてほしいなと思いますので、はい、
何それ俺なの全部はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ。内緒だけどね。沖縄がもっと好きになる居酒屋自慢や。いざラジ。はい、ロッシーの詳しく教えてのコーナー。イエーイ。ちょっとね、Q シートがすいません。そうだったら、5週ある週しかないんでしょ、このコーナー。そうです、そうです、ね、水曜日が5週間ある月は、いい、手作り感の方でいいよ。そうそう僕がコーナーをすることになりましてまあこのコーナー、ロッシーが疑問に感じていることを詳しい人に聞いてみようというコーナーです。はい、はい、ね、今日は屋台村村長という名前で落語している誠司さんに落語についてちょっと聞いてみたいと思います。いいですね、落語もね、はい、この後打ち合わせもあるんだけど、はい、沖江通りで落語会が6月25日からあるらしいよ。沖江通りの1週間、うん、落語フェス、ね、純駆堂さんとか、へー、いろんなところが自慢屋とかで1週間落語はどっかで聞けるみたいなことをするんだと思うんだけど、はいはいはい、まだ今日の打ち合わせだからどの辺までは分かんないけどやるってよ。そうか、いいね、俺もライブやってんのよ、はい、こう見えていろんなとこですごい方がいるというお話は、いやいや伝説だけが先走りしてるよね、はい、みんな俺に会ったらがっかりしてる。ただお酒飲んでない時に会いなってやるでしょドイツだよ、それ。もう飲んでっかな。すぐ泣くぞ。落語ってそもそもだから敷居が高いイメージがあって、うん、あとはなんか沖縄とか通常の進行してんだよ。書いてあるもん。もう書いてあるもん。俺の進行表に。敷居ね。はいはい、敷居ね。敷居、うん、でも聞かなきゃ分かんないけど、聞いてもさ、染みないかったりしないな、こういうのって。だからなんていうんだろうな。なんか落語聞こうと思っても、うん、なんか。きっかけがないと染みないのが落語ないな感じするわけよ、うん、なんかこう、あ、すげえこの人みたいな人に会うとかさ、うーん、有名な落語家さんがみんな面白いわけじゃないから、うんうんうん、それはね、大師匠たちが歴代いるんだけど、うん、みんながすげえ自分が面白いと思うわけでもないわけよ、うん、この人のこんな喋り方がいいとか、この人の声が好きとか、うん、とっかかりは何でもいいと思うんだよね、うん、だからほら、タイガー&ドラゴンとか昔やってたじゃん、はいはい、で、TOKIO の永瀬くんがやってたりとか、うんうん、はい、ああいうのをきっかけで聞き始めてもいいけど、うん、ほらなんか落語ブームってさ、最近なんかやったじゃん、あのね、アニメでアニメでさ、うん、なんかおしゃれになって、うん、なんでもおしゃれにならないとみんなね飛びつかないみたいな、なんなのその感じすいませんでしたなんで謝るそう、でもなんかいいよね今ね、社会人落語家さんも増えてきてさ、うん、やっぱりお話を覚えて人前でやるって、あ、脳みそ使うしね、楽しいし、いいなと思いますけど、ぜひね、皆さんも聞いてもらいたいなと思います。だから今はだからその沖江通りでやったりするって話聞いたんですけど、へ、もともと落語ってどこに聞けばいいのかっていうのも分かんないですし、まあ一番簡単なのは YouTube。 あーなるほどね、いっぱい出てるからね、映像ありのやつとなしのやつあるじゃないですか、うん、あるあるある、どっちが良かったりするんですか。あのね、俺ね、うん、最初映像なしから入ったんですよ、はい、そうするとね、映像あり見た時にがっかりしたんだよね。え、なんかあの小説の実写版を映画で見たみたいな感じのがっかり感っていうか、自分はこう思ってたのに、あ、落語家さんこうやってんだみたいなのが、なんかあれって思ってて、落語流行ったのってああやってこう寄席でね見に行くのももちろんそうだったんだけど、ブワッて広がったのはラジオでやり始めたからなのよ、だいぶ昔ね、その娯楽がないからさ、つけっぱなしで短いお話で何個も落語が聞けるみたいなのが、うん、こう普及のきっかけだったりするわけ、はい、だから最初はね、俺なんか耳で聞いてほしいというか、ストーリーとかがすごく面白いし、はい、自分の想像力に頼るっていうか、はい、の方が落語の本質なんじゃないかなと思うんだけどね。深いねー、うん、
なんかさ、女方がすげえいいと思ってる落語さんいるとするじゃない、はい、実際あった話なんだけど、はい、その人がやってる本物を見たらハゲてんのかよっていう そういう感じ、わかる、もう先入観というか、そう、この人の女方、おかみさんの役がすげえ良くて好きだったのに、うん、おいらんの役がすげえ色っぽかったのに、はい、おいちょいハゲかよっていうがっかり感みたいなのがあるわけ。俺だけかもしれないけど、じゃあそれぐらいなんかね、これ想像力を、うん、お客さんの想像力に頼る芸だから、うん、これなんか話から好きになってほしいなと思うけど、うん、じゃあはい、ぜひぜひ、落語のなんでもないけどねYouTube で、まずはその画像なしのやつで、ね、みんな聞いてみたら、あとあれもいいよね、なんか本屋さん行くとさえ絵本があるわけ、落語のまだ喋れるよ俺、いや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 2人でそうそうそう乗ってきたのにやっと申し訳ない、終わり、はい、おしまいですありがとうございます。ねえママ、この洋服小さくて着れないね。まだあれも着たいな、これも着たいな、ラン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 。オーダーメイドとリメイク、ミッドチェップ。イザラジ、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 イザラジ。はい、じゃあメールのコーナーでーす、はい、はい、じゃあ早速いきます、こんにちは、こんにちは、ピーチママです。おーピーチママ、ありがとうございます、ありがとう。ただいま仕事終わりのセンベロということで飲んでるんでしょうねの予定だったのに、残業と子供のお熱で普通に帰宅です。あら、旦那さん早くカムバーク。そっか、でもイザラジさんに癒されてますって。ありがとうございます。癒してますよガムは普段あまり噛まないのですが、うん、強いて言うならブルーベリーのやつが好きです。美味しいよね、美味しい、美味しいね。父がよく噛んでたスーハーするあのグリーンガムは未だに食べれません。スーハーって言うんですよ、スーハーね。はい、そうか、なるほど。ブルーベリー美味しいですよね。うまい、うまい、ほんとうまい。最近、あ、まあまあ、じゃあ、あのさ、グリーンガムってさ、うん、あのバスの匂いしませんか。バスの匂い、あれだけ、もうバスに乗ったらグリーンガムの匂いがするんですよ。あれ俺だけ、ペッて誰かが吐いたやつじゃないの、それはかなバス、どんなガス。あ、俺沖縄来て思うんだけど、うん、タクシーの匂いがしないね、沖縄のタクシーって。え、タクシーの匂い、わかる、この感じ、臭いやつ。タクシーの匂いってあるじゃん。あ、あの子誰あの子誰だよ、圧が強いよえ、松本さんもタクシーの匂いってわかります？タクシー、ガムからですか？うんうん、なんか違うんですか？ごめん、ガムの話じゃなくなるけどさ、タクシーの匂いってない？あ、もちろんわかります。内地のタクシー、タクシーの匂いするけど、沖縄のタクシー、タクシーの匂いしないでしょ。どんな匂いですか、タクシーの匂いって。わあ、これちょっとわかる人、メールくださいじゃあ次、そんなに聞いてる人いない。せいさん、けこさん、ロッシー、あんと、こんちゃー、こんちゃー。ここ最近、ハイタで睡眠不足に陥っていました東北仙台の大地菌、大地菌でーす。ハイタはつらい、つらい、つらいよね。虫歯早く治した方がいいね、できるね、うん、そうですね。そんな私にバッチリのテーマをありがとう、ロッシー。好きなガムって過去俺、うん、そうですね、ハイタってことからすればキシリトールって言いたいところなんですけど、もう、うん、遅いね、キシリトールね。あ、そうですね、痛くなっちゃっちゃったね、うん、痛いところなんですけども、ガムとなるとですね、甲乙つけがたい2つのガムがあります。1つはプチガム、透明ケースに入ってて、うん、ボタンを押すと数粒出てくるやつ。あ、あの、こうしたらこうガラガラガラっていっぱい出てくるやつだ。あ、これ俺ピンとこねえやつだな。あと当時10円で小さな箱に入ってて、丸型で箱の耳に当たりがあるやつ、あれね、あ、箱でね、はい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 、オレンジ、ブドウ、風船ガム、風船ガムですね。3種類、3種類オレンジとブドウしかわからないですね、僕。コーラとかもなかったです。いや違う、それ違うやつだよ。え、箱に入ってるやつですよね、ちっちゃい。これはオレンジ味が大好きでした、大好きでしたとかけてるのね伝わってるよ、大好き、大丈夫。
以上、好きなガムを紹介するメールでした。ありがとうございました。俺あれ、あのフリックスキャット、はい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 、あの網田くじがフリックス書いてるんですね。フリックス君、うん、あの紙の方にね、はい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 、で中にあのあたりとか、そう、あたりのやつが入ってる。おいしい、あれまず半分に割って、そうですね、あれおいしい、おいしい、おいしい、あれ買いましたね、確かに。あれはかった。はい、じゃあ次のメールいきます。はい、こんにちは、こんにちは、江戸っ子しげです。あ、しげさん、ありがとうございます。イエイ。今日はバタバタなのでテーマまでたどり着けません。なので最近の出来事を書きます。あ、そうなの。コーナー関係ねえ。ぶっつけで山中湖ですか、山中湖一周 13.6km マラソンで完走しました。ほー、すごいじゃん。体がびっくりして翌日から発熱。風邪ひいちゃった。来なさいよ。頑張った証拠、勲章と発熱も心地よいです。あ、なるほど。来週は落ち着いてメールしますね、ということで。イエーイ、ありがとうございます。すごいっすね。すごいわ。 13.6km。 でもせいじさん、那覇マラソン何回か完走してますよね。完走しますよ。すごい。いや、今回初、すごいわ。ハーフで終了しました。ハーフで終了したんですか。ハーフで終了しました。でもあの松本さんもちょっとスポーツできそうな感じが、うんうん、一応あのトレーニングでよくあの走ったりはしてる。ああ、そうなんだ。それはあの、あれだ、腹筋を鍛えて。そうですね、まあ、一応その、歌に必要なもののトレーニングだけは一応、うん、軽く。あんと、あんと聞きなさい、ね、よくトレーナー頼むよ、本当に。何教えてんだよ。ボイストレーナーですかね。どの口が言ってんだよ。例えばどういったことをされたりするんですか。なんで聞いてんだよ。参考にしよう、参考にしようとした。どうやってんの、うん、いやでもあの 走るんだと腹筋背筋ぐらいです。ほー、うん、毎日できるときですね。あの腹筋背筋は基本的にはあの部屋でもできるんで、はいはい、あの走るのがなかなかその日によってスケジュールによって、あの靴履き替えたりジャージ着たりが面倒くさいね。あと雨降ってたらもういいやってなりますよね。そりゃそう。走るのは大体どれぐらい走ってるんですか。あの大体そのペースゆったりペースであの5キロ30分ぐらいが、うん、ゆったり走れるので、うん、そこからあの5キロ前後ですね。あの例えば、スケジュールってちょっと言われば10いたりもしますし。マジで、でもまあゆったりペース。びっくりしすぎだろ。10キロ走るでしょ。あのブラスバンドでもそんぐらい走ってたわ。10キロですよ、うん、10キロ。時間で考えると例えば、60分とか90分のライブを歌い続けるって考えると、じゃあ、その時間を走ろうって続けるっていうとこの考え方では。あんたはね、本当にすごい熱唱してるふりして下向いて休んでるんでしょ。あと疲れたら客に歌わせる。そう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 。知らねえよ、そんな曲。テクニック持ってますからね。ガム噛みます。ガム、ガム本当に買わないですけど、僕の好きだったのが、うん、10円とか入れてガチャガチャみたいな、ね、あれ好きでして、やっぱ子供の頃あれ見つけると、はい、お母さんに値段、うん、あれは回すの楽しいですもんね。そう、それが良かったですね、うん、でしたね。今は結構いる。ガム欲しくない。すごい、もう声が割れちゃって、もうすいません、お聞きの皆様。必死なんです、あの子。意外とその昔のその思い出はあるんですけど、うん、最近のガムね、最近のガムを噛んだ思い出っていうと、なんていうの、その味というよりも利便性というか、なんかお口の匂い気にしてとか、そんなのしか。確かに、あのプラスチックのさ、お容器に入っててパカッて開けたらさ、うんうん、付箋が入ってるのに引っ越すよね。はい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 。俺はもう絶対あれロッテのミスだと思ったんだけど、包んで捨てるやつだろうね、あれ。あ、そうそうそう、知らなかったですか。あ、そうか。いや、もう、あ、やっちゃった、異物混入だと思ってロッテさん間違った。付箋入れちゃったんです。いや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 、包まれてないからってことですよね。うん、普通包まれてる紙に入ってるからね、うんうん、マラカスの代わりになるようなシャカシャカ言うやつね。何、あ、そうそうそうって。今日俺もとりあえず俺テンパってますからね、相当。あと僕コーヒーガムが好きだったんですよ。コーヒーガムね。だからグリーンガムと並んで、そう、あのシリーズ、あのシリーズコーヒー豆が乗ってるやつ、うんうん、あれはさ、噛むというよりは口の中で吸うだよ。出てきた唾液を吸う。あれ、あんなに美味しかったのに、あれ一番最初になくなりませんでしたか。あ、なんかあったのかな。おなくなったよ、ね、なくなった、なくなった、ね、今ないのかな。ないっすよ、ね、見たこともないっすよね。最近見ないっすよね。カフェイン入っちゃってるから子供が寝れなくなっちゃったのかな。入ってるっすから、カフェイン。
あたかも入ってる手で喋らないですけど、びっくりしますよ、こっちは。まあまあ入ってそうですね。やめなさい、寝れなくなるからっそうか、そうか、子供が食べてもしかしたらコーヒー飲みたくなるからかもしれないですね。あ、もう今ほら、グミの時代だからね。あ、そうですね、グミすげえよ、今飲み込んでも大丈夫だもんね。そうそうそう、飲み込んでも大丈夫なガムってありませんでした？わかります？ごっくんしていいやつ、ごっくんしていいやつ、消化しやすいんだ。そうそう、飴玉みたいになってずっと舐めてたら溶けるんですよ。ハイチュウみたいな、溶けちゃうの？そうそうそう、ハイチュウじゃないの？いや、でもなんかガムとして売られてて、へー、あれちょっとハイチュウ噛んだらアウトだよね、あれ。そこから虫歯になるぐらいきついじゃん。やばいっすね、あれ。銀歯何個取れたか。あー、わかる。今は本当にグミだよ、グミ。もう本当そのフルーツ。食べます、グミ。俺ダメだったのよ。俺も全然だよ。子供がすごい好きで、買ってセイさんにあげるとか。はいはい、はい、まあ、いらねえけど、はい、ありがとう、ありがとう、パック、うまっみたいな。マジっすか。すごいうまいな。いや、昔のイメージと全く違うよ。あ、そうなんだ。昔ってさ、なんか変なプラスチックのさ、型にさ、入っててフィルムが貼ってあってみたいな、あれはあれであるんだけど、今のあのフルーツ味のグミはブドウのやつとか食ってごらん、ブドウよりうまいよ。そこまで？すげえ。ジューシーさ半端ないから、なんかね、水分入ってるわけじゃないんだけど、もうなんかブドウ噛んだ以上のうまさが、うわって口の中に広がる。これはちょっと食べてみてください。やばい、これナーシのグミが売り切れちゃうよ。そんなにこのバカみたいに売れちゃうよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。音だけ、演奏だけはバンって出てて、ちょっとね、弦がちょっと空いてる。はい、どうも、ウライザーでございます。はい、ウライザーです。今日は以前イザラジのスポンサーでありましたチクチクチクゴ建設の懐かしいリキちゃんが来てます。リキちょっとだけ、ちょっとだけ映って、ちょっとだけどっかに映って、チラッとチラッとモザイク入れるから大丈夫。リキちゃんこっち、誰かどっかカメラ。リキちゃんやっぱりね、来るたびに綺麗だよね。芸能人ぶっちゃ。ここカメラ、カメラ。綺麗。はい、そしてリキちゃん今日が誕生日でーす。午前零時を過ぎたら。一番結構より1個年下です。もうだって腐れ縁でしょ。そう、高校時代からだから。わあ、お互いの何の感のを知ってます。言わないで力言わないで。いい、そのさ、それをカードに書いてさ、こうなんてバトルするのだ。だだだめ、バクロのやつ。私の方がきっと負ける。負ける、負ける。面白い、ありがたい、横浜から。いや、本当にありがとうございます。ことあれば来るよね、沖縄にね。でもなんかちょっと今回久しぶりなんだよね。久しぶりだよね。月1ぐらいで会ってる感じでいるけど。嬉しいね。ピーチママからメールが来てましたよ。おピーチさん、はい、読んでください。ケコさん、風邪ですか？あ、そうです、お大事にしてくださいね。酒やけです。ガム飲み込んだらお腹からガムの木が生えてくるよって母に言われ、結構信じてました。スイカとね、ガムはね。そして沖縄のタクシーも、タクシーの匂い強いのありますよ。本当？この間強烈なものに当たりました。それあれじゃない、個人タクシーのおじさんの頭の匂いじゃない？ あるよね、個人タクシーの、ね、おじさんこの枕のやつ洗ってないでしょっていう、そのヘッド臭が。ヘッド臭、ヘッド臭っていうの。おじさんの後頭部臭がもうすごい。タクシーあるじゃない。お父さんの枕感ある。要はタクシーの匂いってなんかもう運転手の匂いなんじゃないですか。違うのよ。なんだろうね、タクシーに乗った立地感を俺それで感じたんだよね。へ、あれ方向性かなか、うん、ガス車多いでしょ。ガスの匂いなのかなと思ったこともある。昔のさ、シフトレバーのさ、先っぽに 花が中に入ってるやつ、わかる？わかる、私と生産しかわかんないか。あのシフトレバーの先を水中感みたいなやつね、変えるんだよ。そうそう、水中感みたいな、中に花が。はい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 、あー懐かしい。昔ありましたね。タクシーの匂いについて、あ、やっぱりな、あれ探偵ナイトスクープにちょっとさあな、お願いします。時間でーす。はい、
うわぁ、どうしようかな。水がポタ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 持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。いざらし。はい、今週のセットリストです。はい、1曲目が松本光平さんの証。イエーイ、よかったね。2曲目ララランドよりアナザーデイオブサン。うん、いい曲。大丈夫ですよね。合ってますよね、うん、はい。3曲目がソウルフラワーユニオンの満月の夕べ。ございました。タクシーの匂いはね、LP ガスの匂いだった、やっぱり。あ、そうなんだ。LP ガスってすごい無臭なんだって。へぇ、危険性が強いから、うん、わざと匂いつけてる。あ、匂いつけてる。あ、そうなんだ。へぇ、いいこと知った、いいこと知った。あと今日はあのリスナーのまた話変わりますけど、斉藤さん夫妻。そうです、正志さんと美恵子さん、はい、間に合いませんでした、渋滞に巻き込まれて。でも聞いてくださってるそうです。 ありがとうございます。1時間延長してお送りします。そうですね、今日は2時間版で嘘です。はい、来週のメールテーマいきます、はい、来週のメールテーマは自分流風の対処法でございます。嫌味か。俺に対する嫌味か。タイムリータイムリーっていうことで。はい、あとは額縁人生相談のコーナーもまだやってますので、ぜひぜひ。まだやってる。まだやってます。懲りずにやってます。はい、メールアドレス、いざらじお@gmail.com、izaradio @gmail.com です。この番組は、もっと沖縄が好きになる居酒屋、自慢屋。水道一筋50年、ライフラインを守ります、耐震工業。洋服のオーダーメイドとリメイク、ミントジュレップ。以上、3社の提供でお送りいたしました。ウェイ、はい、ウェイウェイウェイ、本当にありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。今日、時間が合えば行こうね。よろしくお願いします。レバーね、レバーだけ食べに行こう。わのや、わのや。はい、じゃあ今週もありがとうございました。はい、ではまたまた、ありがとうございました。ありがとう。